会場をですね、くまなく回ってお一人お一人と全て話そうと思ったんですが、なかなか全ての人とは話せなかったかもしれないんですが、多くの方がですね、言ってくれたのは、つまり幅広くですね、子ども学大臣も来ましたし、元総理も来ましたし、いろんな方が見えるという中で、この90万自治体を、一つの、もちろん世田谷区が世田谷区に住んでいる人にとって幸せであるようにということが一番なのですが、やはり日本全体として、あるいは世界の中でもですね、みんなそのネジが、壊れ始めていますよね。ヨーロッパでもアメリカでも、あちこちでおかしくなっているという中で、やっぱりこうしたら信じ合える、こうしたら良くなる、そんなモデルをですね、ぜひ世田谷モデルということで、皆さんと共に、皆さんの力がなければできない、どうぞお助け、いただきますでしょうかっていうと、ちょっとこう、シェアする関係じゃない、一緒にサポートをして、手と手を組んで、前に、後ろに横に、柔軟に、明日を作りましょう。